マキさん、はい、世の男性たちは、うん、パンストが好きとか生足が好きとかいろいろ言いますけど、うん、マキさんは、うん、自分では生足とパンストを履いてる時とどちらがセクシーだと思います、うん、そうね、パンストフェチも生足フェチさんもいるよね。それぞれいいところがあるからね。あ、生足はちょっとなんていうの、太もものこう血管がうっすら見えたりとか、あと足首のキュッと締まってる感じとかがセクシーって思われる部分もあるよね。私も人の足見ててそう思うんだよね、うん、だけどパンストはやっぱりなんかこう一枚こうベールに覆われてるだけでさ、なんかものすごい肌も綺麗に見えるし、なんだろうな、パンストの方がセクシーに見える気がするよ。どう思う？パンストですね。ですね。そういえば私ストッキング365日毎日履いてるの。でもね、夏場はストッキング履くと暑いんじゃないですかって聞かれるんだけど、そうじゃないの。太ももの裏にじとっと汗かいちゃうでしょ。ストッキングは履くとサラッとしてるんだよ。どう？